どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日ね、こちらの動画を出させていただきましたよね。デルタ航空が上級会員資格の資格取得方法を変更しますということで、今まではですね、飛行機に乗った距離とかでね、ステータスが獲得することができてたわけなんですけども、今後はですね、デルタのね、関連の、フライトとかですね、ホテルとか、レンタカーとかね、こういったものを利用額で、ステータスをね、上げますっていう感じで変更が発表したわけなんですよね。で、今回の動画ではですね、このね、前回発表されましたよね。で、これね、非常にね、苦情というか反発というかね、声が多かったみたいで、なんとね、発表したね、この資格取得要件っていうのをですね、引き下げを発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらはですね、2023年10月の18日のデルタ航空のね、ニュースデルタのプレスリリースになっておりまして、デルタは2025年のメダリオンステータスを達成するために、必要なメダリオン資格ドル MQD を調整し、ミリオンマイラープログラムをさらに強化し、的確なカード会員デルタスカイクラブラウンジアクセスを更新し、ロールオーバーメダリオン資格マイル MQM のオプションを強化いたしますということで、こういった感じでですね、変更発表したのをさらに調整したっていうのが発表されたんですよね。で、こちらですね、ニュースデルタの方にはね、載ってるんですけども、日本のね、プレスリリース、デルタのね、ニュースリリース、プレスリリースの方にはね、発表されてなくて、またね、要件等々もね、前回の方でそのまま記載されているんですけども、このね、新しい方ではですね、変更がね、発表されているって言った形になるんですよね。で、新しいね、メダリオンステータスの要件なんですけども、こういった感じでね、変更になっておりまして、ちょっとこれだとね、見づらいので、こちらのスカイプログラム変更ということで、下の方に行っていただくとですね、要件がね、記載されておりまして、ステータス達成をよりアクセスしやすくするため、各階層の MQD 数を調整しました。調整された敷居値は次の通りです。ということで、こちらね、公式サイトのね、スカイマイルプログラム変更のページでですね、もうね、値が変わっているっていう風になっておりまして、前回ね、この日本のプレスリリースのね、下の方に書いてあるんですけども、シルバーは6000、ゴールドは1万2000、プラチナは1万8000、ダイヤモンドは3万5000ということで、これが前回ね、発表された内容なんですけども、こちらがですね、こういった感じで変更がね、発表されております。こちらね、シルバーメダリオンであれば1000下がっておりまして、ゴールドだったら2000下がって、プラチナだと3000下がって、ダイヤモンドだと7000下がってますかね。はい、3万5000だったんでね、非常にね、下がりましたよね。はい。こういった感じでですね、変更が発表されたんですよね。ですので、シルバーメダリオンになれば、5000っていった形で獲得することができるということで、ではね、この MQD っていうのはね、どういった感じで獲得できるのかっていう話なんですけども、日本の方もですね、米国外の在住のスカイマイル会員の方についてということで、2024年以降はですね、日本国内で発行されたスカイマイル、定型クレジットカードのご利用額ということで、対象となる1000ごとに 1MQD ドルを獲得ということで、1000円ごとに 1MQD っていうのが獲得することができるっていうふうになるんですよね。ですので、こちらちょっと前回もね、やりましたけども、今後はですね、5000MQD でシルバーメダリオンっていうふうになりますんで、1000円に 1MQD が獲得することができるっていうふうになりますんで、単純計算すると、シルバーメダリオンは500万。ゴールドメダリオンは1000万、プラチナメダリオンは1500万、ダイヤモンドメダリオンは2800万決済していただくと、このね、ステータスが獲得することができるって言った感じになるんですよね。いやね、非常にハードルは上がりましたよね。少しね、ステータス要件は、軽くはなったわけなんですけども、日本の方からするとですね、非常にね、ハードルは高いままっていう風になりますんで、一応ね、前回よりかはちょっとね、ハードルはね、下がったわけなんですけども、こういった感じになるんですよね。で、これ以外にもですね、いくつかね、変更がありまして、デルタスカイクラブアクセスの柔軟性の向上ということで、デルタスカイリザーブ及びリザーブビジネスカードメンバーは年間15回訪問、全10から増加っていった形ですね、記載されておりまして、こちらね、クレジットカードごとに、このデルタスカイクラブランジのアクセス回数が、付与されているっていうふうになるわけなんですけども、これがですね、今回の、変更でですね、
前回ね、10回って発表してましたけれども、15回にしますよ。またね、アメックスプラチナカード、ビジネスプラチナカード会員様は、まあ、6回って言ってましたけども、10回に変更しますよ、みたいな。まあ、こういったこともね、発表されたって言った形になります。で、こちらのね、デルタスカイクラブラウンジのね、アクセスの向上に関してはですね、こちらはですね、正直ね、今後日本のね、あのデルタアメックス会員にどういった影響を与えるのかっていうのは現在ね、発表されておりません。アメックスの方にね、問い合わせさせていただきましたけれども、まあ、今のところですね、こちらのね、デルタアメックス、アメリカンエクスプレスゴールドカードとかね、持ってる方は、まあ、ゴールドメダリオンになれて、ゴールドメダリオンなら、空港で提供しているデルタスカイクラブに加え、世界各国の750以上のスカイチームラウンジを、ドーハ1名まで無料で利用できますっていうね、この特典がありますよね。まあ、こちらに関しては、現時点ではまだわからないって言った感じになります。日本国内で発行されたデルタスカイマイルアメリカンエクスプレスゴールドカードをお持ちのダイヤモンド、プラチナ、ゴールドメダリオン会員のお客様は、国際線のご利用、登場に関わらず、デルタスカイクラブラウンジをご利用いただけます。同伴1名まで無料でお連れいただけますということで、今のところ変わってないって言った形になります。まあ、このね、アメックスのサイトにもですね、2023年2月2日以降、有効な日本発行のデルタスカイマイル、アメリカンエクスプレスゴールドカード会員を保有している、ダイヤモンド、プラチナ、ゴールドメダリオン会員の方は、引き続きスカイクラブラウンジをご利用可能です。ラウンジ規約、サービス、時間、ご利用条件は予告なく変更する場合がございますということで、今のところはですね、このね、デルタアメックスゴールドカードね、保有されている方は、こちらにはね、影響ないっていうのが、まあ、記載されておりますし、電話でもね、確認させていただきましたけども、まあ、今後ね、変更になるっていうのはね、十分考えられるっていう風になりますし、このね、アメックスのね、あの、本国の方はですね、もうすべてのアメリカンエクスプレスカード会員の方はですね、2024年1月1日以降ね、デルタスカイクラブラウンジっていうのは、まあ、このベーシックエコノミーっていうね、あの、一番安いね、航空券、またはね、提携航空会社の同等の航空券すべてのお客様ね、デルタスカイクラブラウンジでね、利用することができなくなるっていう風に発表がされておりますので、日本だけね、こちら今適用されておりませんけども、まあ、いつね、入ってくるかはね、正直全然わからないっていう風になりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、次にですね、まあ、ここら辺からはですね、まあ、こんなことがね、あの導入されるんだ程度でね、覚えておいていただければな、なんていう風に思うんですけども、高い MQM ロールオーバーバランスのために寛大なオプションということで、2024年初頭からメンバーは MQM ロールオーバー残高を MQD または、マイルに配置するかどうか選択できます。また MQM ロールオーバー残高が10万を超えるお客様には獲得した2024年ステータスを延長するための特別オファーが提供されます。デルタは MQM ロールオーバー残高を10対1より簡単な比率で MQD に変更するオプションを提供しますということで、前回ね、発表した時はね、こちら20対1だったわけなんですけども、まあ、今回ね、10対1に、まあ、改善されたって言った形になります。またね、長期的な忠誠心に対するより多くの認識と報酬ということで、こちらね、前回あんま触れなかったんですけども、このデルタ航空っていうのはですね、ゴールドメダリオンでね、無料アップグレードとかあるんですけども、まあそれをですね、今は、メダリオン会員の方を優遇してるんですけども、今後はね、ミリオンマイラーステータスの方をね、優遇いたしますということで、ミリオンマイラーの方は、このね、ステータスがね、獲得することができて、以前よりね、改善されているって言った形になります。で、またね、新しい選択肢の利点ということで、2025年、ダイヤモンド、プラチナメンバーのための強化されたチョイスベネフィットをデビューさせますということで、ちょっとね、先にはなりますけれども、ダイヤモンド、プラチナのね、メダリオン会員の方は、まあ、チョイスベネフィットがね、利用することができるって言った形になるみたいですよね。で、内容はですね、2つのチョイスベネフィットの選択と引き換えに、ダイヤモンドメダリオン会員のデルタスカイクラブ個人メンバーシップの再導入、ボーナスマイルの増加、ダイヤモンドメダリ会員は3万5000、プラチナメダリオン会員は3000、デルタ旅行バウチャーをダイヤモンドメダリオン会員は350ドル、プラチナダイヤモンドメダリオンは300ドルに増やす。新しいウィールアップステーブルメントフライトクレジットということで、ちょっとこれがね、よくわかんないんですけども、まあ、フライトクレジットがもらえるのかな。まあ、こういった感じですかね。まあ、こういったね、チョイスベネフィットが2025年からね、開始になるっていう風になりますんで、まあ、ダイヤモンド、プラチナ持ってる人ね、日本でそんなにいないと思うんですけども、まあ、こういったのもね、開始になるっていった形になります。
ということで今回ですね、デルタ航空が1ヶ月前にですね、ステータスの獲得要件を変更したんですけども、またね、変更しましたということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いや、こんなことね、非常に珍しいっていう風になるわけなんですけども、めちゃくちゃ批判されたんでしょうね。はい。まあ、日本でね、このデルタ航空っていうのはですね、やはりね、ステータス持ってる人が少ないですし、ステータスを取ろうっていう方もね、まあ、基本的にデルタ、アメックス、ゴールドを持ってる方がほとんどだと思いますんで、まあ、この、飛行機に乗ってね、ステータス獲得されてる方っていうのはね、結構少ないと思いますので、あんまりね、話題にはならなかったですし、まあ、炎上みたいな感じもね、しなかったわけなんですけども、やはり本国ではね、すごかったみたいですね。だって航空会社がね、一回ステータス要件発表してそれを変更するってなかなかの話じゃないですか。ですんでね、かなりあったんでしょうね。はい。まあ、こういった感じでね、発表されましたので、デルタ航空のね、ステータス保有されている方はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいのと、デルタアメックスゴールドとかね、今現時点持っている方はですね、おそらくですね、もしね、変更がありましたら多分メール等々でね、連絡が来ると思いますので、ぜひね、チェックしといていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、個人的にはですね、アメリカ本国でですね、こういった対応になっているにもかかわらず、まあ、日本だけね、こんだけ優遇されてるっていうのは、まあ、いつかね、終わりが来るんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、多分ね、回数とかに変わるんじゃないかな。デルタのラウンジの利用回数がね。はい。多分そんな感じになるんじゃないか。これはね、あくまで私の予想ではあるんですけども、まあ、ずっとね、日本会員だけね、優遇されてるっていうのもね、結構おかしな話な気がしますんでね。またね。羽田ホルール路線とかもね、開通するのはね、もう今月の終わりぐらいからね、はい、開通いたしますんで、まあ、そうなるとですね、使う方もね、かなり多くなると思いますし、デルタアメックスゴールドクレジットカード自体をね、発行する方もね、結構多くなると、個人的には思っておりますので、まあ、そうなってくるとね、またそこでね、変わってくるんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、ひとまずね、保有されている方は、今後の情報をね、確実にチェックね、しといていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。